お疲れ様です。今日ですね、こちらもメガライトオールブレイカーやっていきたいと思います。ということでね、久々にメガライブやっていくんですけども、まあ前回かな、はい、珍しくもメガライトがね修正されるっていうのがあって、まあ召喚時、踏んだ瞬間のダメージが、まあ、20% 下がったのか、まあぶっちゃけ誤差っちゃ誤差なんですけど、わかりやすいなんかシーンで言うと30死ね、2体側踏んだ時に踏んでドッスンと一発だったのが、まあ、ドッスンと二発になった。まあ、そんぐらいかな。他の豚とか、そういうのはあんま変わんないので、ロイフクホク。まあ、あとは今まできつかった、なんだ、ゴレダクネとか、まあ、ゴブジェイスパーキー、ミニペレイジとかが来て、頑張って公平を処理しようとしたのが、まあ、今までよりもよりきつくなったよねっていうので、まあ、もともときつかったのがきつくなったぐらいかな。この影響のせいで今まで勝てたのに、まあ勝てなくなったっていうのは、まあ、あんまないかなっていう。なんかワンチャン勝てた中でも勝てなくはなってるかもしんない。まあメガナイト下方されたものの、マスケがね、なんか、マジでいらないと思うんですけど、謎強化受けて、まあそこそこに今強いのと、またユーノのバグも治って、っていうところで、なんかまあ環境自体っていうか、まあメガヨブ自体も悪くないし、環境自体も別にそんな特別悪いわけでもないかなっていう。さあ、これちょっと入れるんじゃね？いや、美味しい。だってこれで、もうだってマスケから入って、あれドッスンして、グッドゲーム説があるっすよね。いや、ナイトは直に反撃か。基本的にバルキリーとかなんですけどね。さあ、で、踏んであげて、これだけできつくね？だって相手。買ったくね？甘いかな。さあ。帰ってくる。あ、これでも言うのだとね、ファイブ打たれちゃうんですね、これ。うん、ウッドファイブで綺麗に処理とか。うん。そんなね、俺の持ってるのと違ったんですけど。いや、いい防衛だな。マジ？ちょっと待って待って。俺の持ってる以上にめっちゃいい防衛されてる。でも、これ、コウモリきついっす、相手。で、ディガーからの、ザップ欲しい。いらないか。うん、熱い。にゃーん。え、待って、ザップ外してる！あ、マジかよ。これ、トロ4000体の人のザップの方がうまいっていうやつだよね。間違いなく。早めに垂れ出して、透明使いしたいな。クローク。あー、いいなぁ。いいクロークだ。さあ、まあ、これは、相手がうまい。称えよう。うん。縦線とかも、まあ、なんでもあるんでね。からの、まあ、コウモリからのディガー。で、ウォールブレイカーまで行きたいな、ぶっちゃけ。このサイクルね、結構いいんですね。相手コウモリがきついんだね。で、これですね。ファイボかなさすがに。いやー、まあまあまあ。さあ、ディガで削っていく。まあ、僕は圧着衣が結構面倒いかな相手の。よいしょ。さあ、ザップも打って、さあ、言うので、しっかりダッシュもね。こいつ走らんとマジで価値ないって言うとあれですけど、マジで居場所ないんだよね。走んない家のは。で、ウォールブレイカーまで行ってあげて。入るぜ？なんで？なんで？って言って。マジで、俺も分かってない。さ、ザップ打っとこう。タルでしばけるっす。マジ、多分、僕、これ、結構回転早いんですよ、このデッキ。なんで、メガナイト出さずに回すと。で、そのメガナイト出さずに回してるからこそ、多分、相手のがね、気持ちちょっとだけサイクルが遅いっていうので、今みたいなことが起きましたね。さあ、でも言うので、まあ、タル、ディガー、ザップみたいな、その組み合わせね、やっていけると熱いよねっていう。なんだろ？エイミはできない。さあ。マジ、ずっとこれしてるだけ。ディガーの位置も毎回一緒。残すだけで、マジ、ファイブ使ってくれる？いや、それ入ります。ねじ込み？にゃーい！さあ、まあ、メガナイトオールメーカーは、マジで、メガナイト出さない方がいい時も結構あるんだね。メガナイト出すからこそ、なんかね、回転が遅くなって、全然刺さらない、みたいなこともあります。まあ、メガナイト出さずに、もう無限になんか攻めとくのがね、結構いいっすね。ほんと、もうただ攻め続けるだけ。で、相手がもうカウントとか攻めてきたときに、メガナイトドッスン。もうそんだけですね。ほんとに、シンプルです。さあ。ってことで、エレキちゃん。まあ、エレキということは、ペッ人気なんだろうな。もうなんか最近デッキもなんかね、もうすんごいのが生まれてるんですよ。なんだろう、もうミラーが出たからかな、なんかわかんないけど、もうだってこれもあんたのデッキなんやねんっちゅう話なんですよね。エレキハンタースケキンか。まあ普通に考えたらロイですけど、
エレキってことは経験型ですね。基本的にこれザッピーなんですよ。ザッピーなんですけど、この方ってことは経験とか、はぁ、マジで意味わかんないっしょ。マジで。だからあんま考えても無駄なんですよね。ここでね、ザップ打っていく。で、ドッスン一発押し。あー、つらい。いや、これしとくだけで、この後のスパーキーね、楽に守れるんですよね。よいしょ。まあ、守れるかわかんないけどね。なんだ守れるとは言ってないんですけど。まあ、楽に守れる時もあるよねっていう。やべ、待って。あ、スパーキー下がった。ちょっと待って。スパーキー下がった。あ、やばい。なんだこれ。待って。あ、すべて失う、俺。やばい、すべて失う。やだやだやだ。さ、スケキンの、これは、まあまあまあ。いてー。あ、エレキか。いや、このエレキ美味しいな、結構。よいしょ。1体残るっしょ。知ってるよ、俺。1体残んねん。いやー、これ、ザップじゃなくて、ウォールブレイカー追加でもよかったかな。いやー、バゲモンヒーター。なんだこれ、スケキン。ジャイスケキンスパーキーでしたね。まあ、あんま考えない方がいいと思うので、一旦攻めます。ザップ2周ぐらいな。いけると熱いんだけどね。いや、これでも、ヤナムか。ヤナムでしょ。守ったらもう、あんな俺の方が有利みたいな。あー、で、捨ててくると。メガナイトでぶっ破してもいいんですけど、多分スケキンね、やばいんすよね。軽く攻めて、スケブもあるんでね。うん。おー、やば。なるほどね。なるほどねとか言っても何もわかんないけど。よしよし。いや、待って、いらんか。いらんか。いや、でもこれ、左に相手ヤナム絶対打つんですよ。え、待って。いや、これ守れる俺。いや、攻める方がいいか。待って、中途半端になる。お願い、ジェイ、お願い、止まらん、お前。ジェイ、止まらん？ザップ打てばいい。あーでかっ。いや、マジ、バケモンみたいなのがね、いるんすよ、最近。怖すぎるな、これ。えぐくね？バカ強そうなんだけど、相手のデッキ。まあ、ジェイとかね、昔よりも、溶かしにくくはなりましたね。まあ、この自分から踏んだ時だけですけどね、ダメージの方は。そう、盤面に出てるメガナイトが飛ぶのには、まあ、何も変わりはしないんですけども、まあ、気持ち的にちょっとね。さあ、槍、縦線、まあ、迫撃でいいからかな。迫撃も最近強いです。迫撃、ロイジャイ、ゴブドリ、なんだ？まあ、なんでもいるけど、クロスもいるな。そんな感じか？さあ、ウッド、ケツマスはもったいないけど、いや、これ相手のね、カードがガゴムレなのか、どうかなんですよ。これガゴムレだったら安っすね。やりこぶコウムリ型だったら結構熱くて。これさすがに早く打ってくるかな。さあ、おしゃれにキング起動をしてこようとしてるけどミスってるので、見届ける。うん。さあ、で、縦線。これで攻めたい。いやー、いい樽だ。で、ここは相手陸撃今2枚されて。お前陸撃ない。逆も攻めてる。まあまあまあ。さあ、ムートも壊れたので、カウンターも来ない。さあ、ディガーもオールブレイカーも刺さっていくと。まあ、ムートの、やりこぶ縦線で、もう1枚が基本的にコウモリかガゴムレなんですよね。けど、まあ、コウモリだったらどっからどこまでも出てるやろっちゅうとこで、ガゴムレっぽいですね。だからまあ僕はザップ、まあガゴムレがもう吐きそうですよ、ね。単純に。いやーもったいないからこのコウモリ。あとコウモリ最強なんで、まあここ別にガゴムレディが来ても、なんかまあ適当にやっていきましょうか。さあ、縦線とか当たんないでっていうディガ。ザップ打つ、もったいないかな。これまあ縦線。コウモリ最強なんで、コウモリで全部守れるっすね。うん。さあ、で、攻めて。いや、これいいっすね。別に来ても、なんでもコウモリで守れちゃう。いや、いいやりこぶ。
早吹きそう。さあ両サイしっかり攻めてね。いやーいい、これコウモリが後ろめくられてる。めくって、あ、しかもこの破撃縛ってる。あつ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 、マスクも入ってる。パーティータイムだ、来た。さあ、いやもうコウモリゲーでしたね。まあガゴムレが嫌なんですけど、まあガゴムレ単品で来るぐらいならね、別にザップでも何でもなるんで、まあムートガゴムレとか、まあそういうのが、まあなんか、こっちが攻め続けてるっていうのもあるかもしれないですね。そう、でコウモリ無双だったらマリ、はい、いっさ、ナイス。いや、いいっすね、メガネ取れるかな。まあ、重量級引かなきゃ基本的に何でも戦えるんで、そこはなんか褒めたいですね、このデッキのこと。うん。さあ、あ、にゃ、いや、なんかすごい可愛い名前よろしく。さあ、アウさん。はじめましてです。ボンバー、縦戦。ボンバー縦戦はもうゴブドリ一択。さあ、エッチのとこに出してる。いやー、エッチすぎる。待って。この人めっちゃ変態です。これ結構ガチです。リアルガチ変態。エロめのウォールブレイクツンいかん。まあ、これは相手が攻めてきたカウンターなんでね。まあまあ、これでトントンですね。さあ、今のは相手がうまかったね。ゴブドリここ内側にやって、逆サイドタワーもターゲット取ってたんで、プリンちゃんね。タルだけだとウォールブレイカー守れなかったってやつですね。やん、エロい。さあ、エロい相手にどうやって勝つかっていうと、簡単です。こっちもエロくなればいいんですよ。やっぱね、歯には歯を。目には目を。エロには。エロ。行くぜ！見とけ。俺もやり返します。でもこれは、誰がどう見ても美味しいやつじゃないのか？そんなことないか。エロくいくよ。やっぱエロさ大事。筋起動されたくないよ。言うのも追加。あ、これ筋起動しようとしてるんですよ。でも内側に D が置いとくと筋起動しにくいんですけど、うまい。バカエロい。ちょっと待って待って。やばいやばいやばい。エロさで。エロさも何も。やばい。今のうまいな。内側 D がいるとね、ユニットあっちに行っちゃってね、守りにくいとかがあるんですよ。あはは。ああ危ない、入るんかい。いや、まだエルサでは勝ってる。名前的エルサで負けてる。ああ、なるほどね。これどうやって守るのが正解なんだ。いや、はみ出すぎー。はみこぶってことね。エロいやん。さあどうしようかな。タテラ選手厄介ですね。あ、使った。あ、コウモリがねめっちゃ強いんだけどね俺。さあちょっと守りながら行こう。あー、相手も行ったんね。防衛の構え。さあ、まあメガちゃん出して、おお、目の前いいね。顔面受けはエロさ高め。さあで、いいのだが気持ちだけ取り、これマスクが入る。マジで結構エロい、結構熱い。で縦線いないんでこれで、メガナイトで回収でしょ？いいね。めっちゃいい。流れが。俺にエロが来てる。そういうこと？もしかして。ファイスピきます。いや、使った。あ、じゃあもう。攻めてきてる。ザップで。耐える。190。さあ、コウモリと。タルからの攻めます。ザップで守れる。ああ、変わった。止まらないの。いやー、いいっすね。いやー、いやー、いい、エロかった。いやー、素晴らしかったけど俺の方がちょっとだけエロかった。ただそれだけだ。ナイス俺。さあ、あなたは一体どんなねエロさを持ってんだい。 CCCP 何なんだろうな俺。さあ、よろしく。まあ、一生に3コスで回します。いやー、スケブか。もうスケブもね、嫌いなんですよね。もう嫌いなカード多すぎなんですけど、僕。雪玉かやなめ。うい、両方つけましたぜ。あっつ。
こうすると、ここの J に対してメガナイトを出さずに回して、次のね、コウモリとかで仕分けるんですよ。まあ、ジャイスキラーなのか、どうなんだろう。ああ、めっちゃいいガゴやん。もう俺のコウモリがちょっと下手でしたね。まあ、みたいな感じで、まあ、できるだけ低コストで回していきたい。いやー、ジャイスキャラ TV っすね。え、ジャイスキャラは結構ガチの方できついっす。うん。もうマッチングして、メガナイトオールブレイカーってバレた瞬間に、ホレーが飛んでくるぐらいきついっす。ああ、俺ジャイスキャラだ。まあ、メガナイト美味しい餌だって言って笑われます、基本。お？ああ、働くやん、こいつ。まあ勝ち筋は積極的にちょっと攻めたいかなっちゅう、まあ端前ジャイスキャラやるだけで絶対ダメージ受けるんで、いかにしてこう綺麗なカウンターにねつなげていくかっちゅうことよね。うん、さあこれもちょっちょ、ああもう俺のコウモリなんで、あ、おしおしおし、それはいい、ちょっちょ溶かしたいね。ね、俺のコウモリなんか、俺の思ってるコウモリじゃね。いやー、ミニペカー。いやー、まあ、高いですね。やっぱ、ケツジャイスキャラをこう、ケツからジャイマスケで組んでくると、一回ね、端前でピョンってくるんですよ。端前ジャイスキャラがね。さあ、ケツから来んのか、これ。ちょっとコストを使わせていきたいな、俺は。よいしょ。さあ頑張れ頑張れ頑張れ、メガネで頑張れ、お前もうちょっと頑張れ、飛べる。いやー雪かな、雪使った。いやーこのザップいらんかったっすね。ちょっと早い。いや耐えてはいるな。来るかな、しまい。おい。粘りっすね、結局。粘りながらのタイミングがかかって、両セーブと。フルカウント。来たっすね。これはもう高めを、上を溶かすのが優先で、下は許容です。いやー、ザップ本当は使いたくないっすけどね。さあ、オールブレイカー攻めながら。で、ここはスケブがいるんで、言うのはいらないっす。やつい。あー、いい受けだね。いや、でもダメージが、いいね。俺が入ってる。さあ、ケツとかぶる。まあ、さすがに右かな。うん。で、さあ、プレッシャーかける。溶かします。いや、来ないか。流れめっちゃいいっすね。できるだけの低コストで。スケブ？いやー、エロいなー、スケブの位置が。ね。もう高回転マスキーのゲーですね。さあ、で、許容して、もう頑張って耐えるしかないんでね、これも。で、ウォールブレイカーで攻めると。で、ここのね、耐えっすなと。あー、めっちゃ、チーマスクで警戒してんな。ミニプ使う？使ってきたら熱い。結構熱いんじゃない？で、これ絶対雪かなんか飛んでくる。いいね。溶かす。やばい、耐えろ。耐えれる、耐えれる、耐えれる、耐えれる。ドールブレイカーで攻める。ドックが入る。ドックが入る。左や、よい、さあ、いや、ジャイスキャラ、勝つのはね、結構いかついっすね。いや、もうほんとだからもう、粘るしかない。粘るしかないっすね。で、なんかまあ、ウォルベーカーで攻めまくる。そんな感じか。いやー、ちょっといい試合をね、見せれたんじゃないでしょうか。まあ、メガネとウォルベーカー、きついデッキもね、そう多いんですけども、まあ、
まあ結構楽しいデッキなんで、皆さんちょっとぜひね使ってみてください。まあなんかユーノがミニペだったりとか、それこそタルババがプリンスとか、まあいろんなこう替えもあるんでね、ぜひそちらもやってみてください。チャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。